本日はですね10月22日の、はい、まあ新馬戦をやっていきたいんですけど、新馬ジャッジをするってことですね。はい、そうです。わかりました、お願いします。はい、やっていきましょう。ではまず京都の4レースから、あ、京都から、はい、京都の4レースからいきましょう。1200m のダートっていう、ちょっとね、デビュー戦としては微妙な距離ですよね。まあそうですね、最初からもうスプリンター、ダートのスプリンターって決め打ってデビューしてくる馬ってもちょっと悲しいじゃないですか。あ、そうですね、普通はもうちょっと可能性を探りながら使ってくるもんなんですけど、もう結構限定的にされてますね、うん、でやっぱり見てると、あの、動ききれてない馬が多いですね。まあちょっと期待値が低いっていう。そうですね、あ、だからダートの戦人だったらワンチャンこう好スタート切ってなんとかみたいな、ちょっとそういうこう、あの、そういう気配を感じるんですよ、はい、あの、どの馬も。でその中で割とちゃんとした調教をしていて、水準に僕が達してるなと思うのは8枠11番ミルコデムーロの乗るサムデイですね。ああ、サムデイ、サムデイ、サムデイといえば、かつて佐野元春さんの名曲サムデイという歌がありましたけれども、はい、これ同世代の人なら分かると思うんですけど、これ馬主同世代やな、きっと俺とはい、なんですが、いい歌ですよ。あ、いい歌、よかったら皆さん聴いてみてください。はい、はい、私もカラオケで時々歌いますというわけで、あの、この馬が、もう今週の追い切りで長めから、シーウッドの長めから82秒8、12秒2を馬なり余力でマークしていて、はい、先週も86秒2かかったけど、ラスト11秒4で小気味よく上がってたんですね。はい、でっていうことで、まあ、82秒台も出たし、一応の水準には達したろうということで、うん、ここを多分使ってくるんですね。はい、でただどうなのかなと思うのは他の馬で、あ、他が、まあ、11番は軸鉄板、はい、まあ、このメンバーだったらこれでしょう、うんうん、とはいえ評価で言うと B プラスぐらいなんですけど、一番上でも B プラス、一番上でも B プラスぐらいなんですよ。だから全体的に僕低レベルな感じはするんですが、はい、それの中でもまあ比較的いいなと思うのは、まず1番ミライテーラー、はい、でこれはあれですね、中井ジョッキーが乗る馬で、うんうん、オルフェーブル3区なんですけど、まあね、初戦からどうかっていうのは確かに あるんですけれど、うんうん、まあ一応販路で53秒4の12秒2という時計を出してるので、うん、一応水準にはあるかなっていう、水準っていうか、まあ、あんまり別に高度計でも何でもないんだけど、やっぱ51秒台出て高度計って感じがするので、はい、53秒でしかも上がりも12秒台っていうのはそこまで威張れた数字じゃないんだけれど、はい、でもダート戦2段である程度ダッシュ効く方がいいし、うん、そういう意味では販路動かないよりは動いた方がいいだろうって考えると、まあ一応候補としては1番ミライテーラー、うん、はい、でそれから、そういう意味では販路高度計を叩き出しているのは3番のバルタリですね、うん、でトランセンド3区なんですけど、トランセンド3区って感じなんですけど、これが先週立冬の販路で51秒9っていう割と高度計を、ただし叩きいっぱいいっぱいですけど、はい、でラストもそれでいって12秒7でまとめているので、多分スタートダッシュは効くでしょう。おっていうかこの馬が逃げるんじゃないかって気もするぐらいなんで、はい、なのでまあ1番3番であとは比較的、長めからちゃんと息を整えて追って、シーウッドで追って86秒、85秒、86秒と来て、今週もっと長くから追って、7波乱から追って82秒3の12秒5いっぱいっていう時計を出している8番のラピダリアあたりもワンチャンあるかなって感じがしますね。おー、ただサムデーの時計が同じあのシーウッドで82秒8から12秒2を馬なり余力で出しているので、うん、追えば11秒台だったろうってことが普通に考えられるので、やっぱり B プラスはサムデーオンリーで、ミライテーラー B、 バルタリ B、 ラピダリア B マイナーぐらいで、で1頭大穴を上げるとすると、はい、9番ですね。 9番クリドクレッセント、これ何の人気もないんですけど、はい、でも何のかの言って、シーウッドで7波乱から先週追って81秒4っていう高度計を出してるんですよ、はい、ただしいっぱいに追ってる上に
ラスト13秒3かかったってことはすごいいけ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 やっとったら最後もう馬バテたっていうなんかああもう俺無理ってなったっていう。ただ息はできてると思うんですよね。結構しっかりと長めから追ってるので、はい、なのでひょっとしたらっていう意味で栗のプレゼント C ですね、はいはい、というジャッジにしようと思います。まあ11番の軸はある程度硬いんじゃないかな。大体1389に流して9とか来ちゃったら結構いい配当っていう、はい、まあ、そういう狙いかなって感じのレースです。勝負レースではないね。はい、わかりました。では次京都5レース、5レース、これ勝負レースですね。あ、本日の勝負レース、本日の勝負レース、やっぱり芝2000だけあって素質馬が集まりました。おでめちゃめちゃ動いてる馬が2頭いるんですよ。2頭ね、みんないいんですけれど、特に僕先週からちょっと目をつけていたペロっていう馬がいるんですよ。お、ペロ、ペロで、これ昨日の新馬の本命に挙げたヘニーズネフューっていう馬をぶち切ってた馬で、はい、そのヘニーズネフューの時計で十分その水準の時計なのに、それをぶち切る破格の時計を叩き出してきた馬なんですね。で、シーウッドで80、これ3週前で81秒4の12秒0を馬なり余力、そして先週は80秒6、11秒8を、まあ、いっぱいに追って叩き出し、もう今週は半路でちょっとだけ1回半路乗っとくかっていう感じで、うん、馬なり余力で52秒3の12秒6としっかりまとめているので、うん、もう間違いなく勝ち負けっていう時計です。これはA プラスぐらいの時計、お A プラス、 A プラスぐらいの時計ですね。A と A プラスの間ぐらいなんだけど、まあ A プラスぐらいでいいんじゃないですか。そうですね、はい、でもう1頭 A プラスがいるんですよ。もう1頭2番、ザ・プライド、ザ・ブライドかな、ザ・プライドかな、ザ・ブライドですね、ザ・ブライドブーですね、はい、ザ・結婚ですか。そうですね、あ、なるほどね、ごめんなさい、プライドじゃなかったですね、はい、まあ、結婚もプライド大事ですけどね。そうですね、はい、ドゥラメンテ3区ですね。あ、まあ、この距離ぴったりじゃないですか、2000でデビューって、うん、なんですが、はい、これがですね、先月の27、4週前ですね、同じシーウッドで80秒911秒7っていう高度計をいっぱいでマークして、その次の週3週前に82秒8、11秒4を強めでマークしてるんですよ。だから強めで最後11秒4で切れたので、ちょっと一歩進んだ感じしますよね。そして先週は80秒7ってベストタイムを叩き出し、最後11秒2でまとめたんですね。でこれが直線強め余力っていう、だから負荷をだんだんと落としつつ時計が上がってきてるっていう、どんどん仕上がってる姿が目に浮かびます。で今週は馬なり余力でもういいやってやって、それでも82秒9のラスト11秒6でまとめてきていて、めちゃめちゃ高度計ですね。すげー。で合わせた新馬いっぱいの外、なんかのに合わせてるんですけれども、2歳の未勝利馬が 0.3 秒の後ろからいっぱいに追いかけるのを0秒7突き放して先着していて、まあ勝ち負けって時計ですよね、うん、まあ、川田ジョッキー、ドゥラメンテ戦と来ると、うん、まあなかなかなった感じはするんですけれど、はい、まあ、これも A プラスですね。お2頭の一騎打ちじゃないですかね。なるほどって思います。なので1番と2番の裏表、馬単の裏表で相手が3頭、お3頭、1頭目がですね北サンブラック3区ですね、4番はい、シュクルノワール、ルメールです、うん、でこれがまあまあ動いてるんですよ。ただしね、まあまあなんですね、うんうんうん、で長めっていうか4波論で68秒、69秒、56秒、56秒なんで、うん、全体の時計としては全然良くないんです。あ、ただそれでもラストは馬なり余力で11秒5とか馬なり余力12�秒2とかで、あと12秒7、12秒8と、うん、まあ上がりは結構ちゃんと切れてるんですけど、うん、トータルとしてはまだ追い足りない感じがしますね。ちょっと太め残りなのかもしれない。全体時計が出てないってことは、うん、の割には最後こう切れるってことは、うん、末足はいいものを持ってるんでしょう。ただその動ききれてない感じがしますよね、はい、ちょっと太め残りっていうか仕上がり途上かもしれない、うん、なのでシュクルノワールは評価をちょっと落とします。で1と2を A プラスにしたんですが、シュクルノワールは B ぐらいまで落とします。で次、
もう一頭6番、プルミエプランタ、まあ、全部公平ジョッキーですね、うん、でこの馬は販路でひたすら乗って52秒1、51秒7、それから52秒5と仕上げて今回に挑んでるんですけれど、はい、51秒7でいっぱいによって51秒7をマークしたのは高度計なんですが、はい、ラスト13秒5とばったり止まってるんですよ、でなのですごいこうものすごい勢いで山登ってったんだけど、バテーっていう最後なんかもうだるとかバテーっていう感じなんでこれ末が切れてきたらやっぱり十分上位候補に入ってくるんですけど、うん、現段階では前には行くと思うんですね、はい、ダッシュ力効かせていくとは思うんですが2000持つとはちょっと思えないですね。なのでこれはもう相手に落とします。で、まあ、これも B ぐらいで、はいはい、でもうちょっと評価が上だ相手馬が8番ですね。8番でこれもデムードさんの馬なんですが、うん、サンライズアース、今をときめくレーデオロサンクですね、うん、結構サンク走ってますよね。確かに。でこれがその先週のシーウッドで 7波論長めからいっぱいに追って80秒0、12秒0っていう超高度計をうまくしてるんですね、うん、もうこの段階で勝ち負け必至ぐらいの状態なんですが、その後販路を使ってみたら60秒4、14秒8っていう、まあ、全然動かなかったんですよ。なので今週もう一回追ってみて、うん、同じく販路を追ってみたら55秒0の12秒7いっぱいっていう状態で、どうも販路で動かないんですね、うん、でこの辺りこうダッシュ力に問題があるのかもしれない。でも最後はそこそこ形はつけてるので、うん、有力馬ではあるし、うん、A マイナーぐらいの数字をつけて、はい、いいかなって気はするんですけれど、うん、でも正直言うと前につけられるかどうかっていう、最後消えてくるとは思うんだけど、うん、ひょっとしたら展開のあやで取りこぼす可能性も、はい、やっぱり京都見てると比較的前から抜け出してくる馬の方がいいので、うんうん、最後方から追い込んでくる馬が届いてないですよね。ああ、追い込みにはならないですよね、うんうん、見てると馬場を。確かに。なのでちょっと8番は相手の中の筆頭ぐらいまで落として、うん、まあ1、2の2等軸で4、6、8という狙いが面白いかなというふうに思っていますが、うん、はい、アナイット、アナイット全然人気ないですけど、シルバーステート3区7番イダンズマシルバー、名前からしてまあシルバーステートだ、ね、まあ、シルバーステートですね、なんですが、これがね先週シーウッドの7波論から長めから追って81秒1の12秒6っていう勝ち負けの時計を出してます。でただいっぱい追ってたんでなんですが、まあ、それでも新馬と合わせて 1.2 秒先着しているように、これは非常に高度計なんですね、うんうん、ただトラックマンが言うにはまだちょっと太め残りだろうと、体もコロンとした感じだって言ってるんで、これ一叩きしたら次買いですよ。お、うん、だから稲妻シルバーって覚えやすいから名前覚えておいてもらって、これ明日の新馬ではダメかもしれないけど、うん、2戦目の未勝利で結構大きく変わってくる可能性があるので、2戦目のこの中間の調教をよく見ていていただいて、販路とかでラスト12秒ぐらいまで切れてくるようだったら、うん、2戦目は買いじゃないですかね。確かに。今回はまあ来たとしてもその3着に食い込めたら相当ラッキーぐらいの状態なんで、はい、まあ、相手の1投ぐらいまでは下げますけれど、うん、まあ、というわけで1番と2番の一騎打ちで相手4、6、8、大穴7ぐらいの感じでジャッジしておこうと思います。はい、はい、このレースは勝負できるレースだと思います。わ、うん、かりました。はい、ただペロね、シルバーステートサンクなんだよね、大丈夫かなまあそこはちょっと心配なんですけどね、血統的には。まあそこなんですか。でも、はい、調教の動きを見たら、はい、まあ、ズバ抜けていいものを持っているところ。調教の動きだけ見たら、はい、これを買わない理由は全くないです。うん、はい、じゃあ引き続き東京に行きましょうか。わかりました、はい、東京の4レース、ダート1004に新馬戦が組まれてるんですが、これがですねいいなと思う馬がそもそも2頭しかいないです。あ、もう2頭しか、2頭しかいないです。で1頭目は、外8枠14番アストラカ、はい、で藤岡浩太ジョッキーが乗るんですが、
これが、今月の頭にあの5日のシーウッドで1敗によって83秒0、11秒6で、うんうん、これでもうあの体制としては整ってるんで、次の週、つまり先週はあのゲートからスタートダッシュの練習をひたすらやっていて、はい、12秒7、11秒3、11秒5、15秒0っていう、もうゲートからダッシュ練習を3本やってるんですよ、うん、で11秒台で動いてるんで、はい、っていうことはこのまま先行できるような気がするんですね。で東京4レースのダートで東京直線長いですけど、うん、まあ前に行けてそんなことは何もないので、うん、これが先行して押し切るという風なシーンがちょっと目に浮かびます。でちなみに 今週はどうだったかっていうと、シーウッドの、6波の追いで82秒5の49秒8の11秒6っていう高時計を出して、まあ、いっぱいですけれど最後バシッと切れてきたんで、はい、まあ、姉妹もいいですね、うん、でそしてスタートもある程度先行していくでしょうし、うん、姉妹も伸びてくるのでアストラカ、これはいいと思いますね、はい、でもう一頭いいなと思うのは2枠3番のライブアメデオっていう、はい、ライブアメデオっていうものかな、馬ですね、ダノンレジェンド3区でダートの東京のダート専用でダノンレジェンド3区ってよくないですか、なんかこうそれっぽい感じしますよね。はい、はい、だと1003ぐらいがもっといいかなって気がするんだけど、はい、まあまあまあ、でこれはね調教の、ね、仕上がりの過程がいいんですよ。もともとその見本のウッドで長めから追って87秒112秒7馬なり余力、86秒112秒6馬なり余力ときて、今週は同じく長めからビシッと追って強めに追って82秒5、そしてラストを12秒0でまとめてきたんですよ、はい、でこれはね非常に高度計ですね、高度計というか、うん、仕上がりがどんどん良くなっていて、今週ついに太め取れてカチッと動いたっていうやつなんで、臨戦態勢が抜群にいいですね、うん、で合わせた相手が小馬3勝クラスのアプリバ、うん、でこれとそのを0秒6後ろから追いかけて併入したっていうレースなんで、合わせた相手とのこの動きの質を見ても格上と十分互角に動くスピードがあるので、はい、ライブアメデオこの2頭 の一騎打ちじゃないかというふうに読みます、うん、はい、で相手となる馬もそんなにいないんですけど、はい、まあ、ちょっといいなと思う馬を、だからすいません、今のこのレースに関しては、はい、3番 A、はい、14番 A、うん、で B ぐらいの馬が2頭いて、うん、1頭は7番スキップライトですね、スキップライトでこれも美穂の南のウッドで強めに長めから追って83秒8、52秒7、12秒4、まあまあですよね、確かに。でそれを先週はゴール前だけちょっと少し長めに足を伸ばして12秒3で切れてきて、うん、で今週はもう完全に仕上がってるんで馬なりでいいやって言って馬なりで追って85秒1、12秒3と、もうちょっと動いてもうちょっと絞れてくるといいかなとは思うんですけれど、はい、まあでもその普通だったらある程度構想できるぐらいの時計は出てるかなというふうに思うので、さっきの2頭に比べればだいぶ落ちますけどでもまあ一応 B ぐらいつけてもいいかな、うん、であともう1頭ですね、10番グシちゃんの星っていう、うん、どういう名前の馬なんだかよく分かんないんですけど、名前はちょっと分からないですね。グシちゃんは何ですかね、ちょっ、まあ、何かのキャラクターかなんか、何かのキャラクターですかね多分、はい、でこれは販路で仕上げてきていて、1回も長め のコースから追ってないんですよ、はい、基本全部半路で、でも馬なりで52秒0の12秒3とか結構切れて動いてるんで、末脚はいいタイプだと思うんですね。で、直前も54秒312秒3馬なり余力なんで、はい、もしバシッと追ってればラスト11秒台は出てる可能性がある、うん、となると上位2頭に割って入るとしたらこの馬かなっていう気がするんですね、はい、でやっぱりなんか集中力をかけてるらしく書いてるらしくて、今回ブリンカー着用でそのレースに集中させてどうも臨んでくるみたいなので、うんはい、まあ、そういう意味ではこの調教の時と一変があるかもしれないですね、はい、という魅力があるのでこれちょっと B プラスで置いとこうと思います、うん、はい、
4とピックアップですね。4とですね、はい、はい、東京の4レースは分かりました、はい、で東京の5レース5レース5レースですね。これは 1800m の芝なんで、はい、やっぱりいい馬が集まりますね。あの長めの芝は、はい、僕はね本命に押せそうな馬が3頭います。3頭も、はい、で1頭目が1枠1番、はい、あのアデランテという、はい、あの 内田博之ジョッキーが乗る馬なんですけれどね、うんうん、これが先週の南美穂のウッドで83秒3、11秒8をいっぱいで出していて、はい、今週はもう馬なりでいいよって言って一波を短いところから追い出してラスト51秒5、11秒5という時計で切れました、うん、でなので、まあ、時計が非常に高仕上がりだと思うんですね、はい、でしかもあの先週も仕上がって今週はもう最後調整しただけっていう、うん、この過程がもうあの盤石の状態で今回挑んでくるっていう感満載ですよね。ただ、この馬ね一頭も一つだけ問題があるんですよ。問題がこれはどういうことかっていうと、もしねこれ競馬ブックを持ってる方は調教欄見てほしいんですよ、はい、ぜひ。で僕ね先週12日の時計と今週18日の時計言いましたが、これ全部クロフト時になってるっていうの分かりますか、うんうん、これねどういうことかっていうと、この競馬ブックがこの日は全体的に馬場が良くて時計が早かったっていう、すごい早い時計が連発していた日だっていう、そういう日をだからあのいい時計出ててもあんまり信じちゃいけないよっていう風にわざわざクロフト時にしてくれてるんですね。でぴったりこの12日と18日が当てはまっちゃうんですよ、はい、このコースが。なのでこれはすごくいい時計なんですが、信用していいのかどうかっていう問題が若干残るんですね、うん、まあ、内パクジョッキーが上手に動かしてくるだろうとは思うんですが、まあ、確かに。なので僕はこれは本命候補ではあるけれど本命からは外す予定です、うん、はい。で2投目がこれ両方7枠なんですが、はい、7枠13番戸崎ジョッキートロピカルティで動きはつらつって書かれてるんですが、先週美穂のウッドで53秒5、11秒4を馬なり余力でマークしてるんですよ、はい。でそこまで馬なりでずっと追って12秒3、12秒6、11秒9、12秒6と来て、で先週ついに11秒4を出してそれでもうあのかなり動いたんですね、はい。なので今週はどうするのかなと思ったら、今週も馬なり調教で52秒6、11秒6で切れてきて、うん、まあ、今週は戸崎ジョッキーで感触を確かめたんですね、うん、でなので大変あのよく動いてるんですが、はい、今週もそのクロフト時のところだっていうことと、1回もビシッといっぱいに追ってないので、はい、追ってどうかっていう問題があるんですね、はい、だからそれはもうちょっとあの追ってみたらあらあらってこともあるじゃないですか、うん、なのでこれもちょっと本命には押し切れないんですよ、うんうん、まあ、常に余力十分なんであのいいとは思うんですが、じゃあそこで私があの今日このレースの本命として挙げる馬が、はい、7枠14番のグリーズマン、佐々木大輔ジョッキーですね、今年売り出し中の、はい、でこのグリーズマンがいいかなと思います、はい、で先週 の, あのは立冬のシウッドから長めから追って、それで82秒3、11秒9っていう高度計を馬なり余力でマークしてるんですよ、はい、で その, あのそこまではあのあまりそんな破格の時計は出てないんですが、先週のこの時計はかなりの高度計だということが言えるんですね、うんうんうん、で別に時計のかかる日でもなかったですし、はい、で直前今週は半路で最終調整は馬なり余力で流してきて、まあ、54秒5、13秒1なんですが、合わせた馬には先着して、まあ、それなりにこうあの動いて、形は作ったんで、はい、まあ、これがやっぱり一番いいかなっていうふうに思います、うん、なので、はい、私このグリーズマンは A, A でトロピカルティが A マイナー、はい、で1番のアデランテも A マイナー、はい、っていう印を打っておこうと思うんです、はい、で1頭穴としては7番ですね、7番ザ・ソードっていう馬がいて、うん、シルバーステートサンクル、なんか多いですね、明日シルバーステートサンク多いんだけれど、はい、これがですね先週
ミホのウッドで82秒0から52秒3、12秒5を強めにマークして、今週は82秒7から51秒9、12秒0を馬なり有力でマークしてるんですよ。で、陣営が言うには腰が甘くてなとかって言ってるんですが、はい、でも調教の時計だけは十分勝ち負けの時計は出ているので、うん、はい、これはあの石川行きとジョッキーちょっと要注意だと思うんですね。はい、でしかも兄がプレシャスブルーなんですね、オープン馬ので、やっぱり血統も筋が通っていて、プレシャスブルーと同じようにすごい素直で水準以上に動くし、しまいが切れるっていうふうに言ってるので、うんうん、1番のアデランテとその13番のとか、それぞれなんかちょっと不安要因はあるんですよ、はい、1番は時計の出る時にしか調教してないし、13番の方は逆にいっぱいに追った調教をやってないんで、実戦でどうかっていうのがあるので、はい、そうなったら2番手に7番のザ・ソードが浮上してくる可能性はあります。おということで、一角崩せば7番かなっていう感じですね、はい、というわけで7番をちょっと重めの印を B プラスぐらいの印を打っておこうかなというふうに思うんですね、うん、はい、で、あと、比較的時計として、まあ、良かったんで、はい、穴候補として何とか挙げておくと、はい、5番のアショカ、アショカですね、はい、それから10番クーデメイン、クーデメイン、はい、それから、15番キングベルベット、キングベルベット、お、はい、でもね、キングベルベット多分ちょっと太いんですよ。あ、ちょっと太いんですか。大型馬なんじゃないですかね。おで、これ絶対ここ叩いて自走ダートで各所級の時計出てるんで、はい、キングベルベットは覚えておいてください。イザズマシルバーと一緒に覚えておいてください。次多分ね、はい、これ叩いてダートですけど、はい、そこで勝ち負けだと思うんで、うんうん、それぐらいいい時計で動いてます。ダートでこれダート代わりで多分力走するでしょう。アメリカ、カリフォルニアクロームですしね、父が、はい、確かに。ということで、一応現段階でもキングベルベット十分水準の時計は出ているので、うん、まあ、C という形で15番と、はい、6番とそれから10番を上げておきますが、はい、でもこのレース狙いは僕は14番の単勝が面白いかなというふうに思います、はい、多分ちょっと人気ないので、うんうん、はい、十分勝ち負けの時計は出てると思います。お、はい、ということで、東京のレースはそんな感じで、はい、7頭ぐらい印打っとこうと思います。はい、次が最後新潟ですね。新潟、新潟の5レースに新馬戦が組まれているんですが、うん、はい、4頭をピックアップしてみようかと。お、4頭、はい、と思います。これね、本命級にいいなと思う馬が7枠の2頭ですね。まずディレッジアップ、ビレッジャー小崎ジョッキーですね、はい、の馬なんですが、これが立冬のシーウッドで、長めから追って84秒5、52秒8、12秒3をいっぱいというふうに追って、多分陣営としてはこれで仕上がったと見たんでしょう、うん、はい、なので先週は半路でいっぱいに追ってどうだろうと思って打ったら51秒2の12秒5と結構切れました、うん、高度計です。で、今週も販路に入れてもうそこまでいっぱいに追う必要はないので末強めぐらいで追って52秒6と12秒9といういい時計を出してきてるので、はい、この馬は先行して押し切る可能性っていうのが十分にあると思います、うんうん、しかも今売り出し中のニューイヤーズデー3区、多いですね多いですね。ダートの1008強いですよ、ニューイヤーズデー、うんうん、はい、ということで、まあ、これが本命だろうなと思うんですが、もう1頭 その13番のハマさんもこれも全然悪くはないです、はい、ドラメンテ3区なんですけどね、これも、先月の終わりにミホのウッドで52秒2、12秒1っていう馬なり余力にしてはいい時計を出していて、そして直前の今週は同じくミホの馬なり余力で51秒2の11秒9と綺麗に切れました。で、今日新馬で3着突っ込んできた俺の推奨馬アルプス王城っていう馬がいるんですけれど、それと合わせて導入しているっていう馬で、まあ、アルプス王城ぐらいは走ってきておかしくないと思うので、その通りですね、はい、というわけでハマさん、これも
相手の一頭ですね、うん、であと、1枠1番藤田七子ジョッキー、はい、ギガストーム、ギガストーム、はい、でこの馬も美穂の、反路とウッドを併用しながら仕上げてきてるんですが、はい、うん、まあ今週直前の動きが52秒8、11秒8強めに追うっていう形で十分水準の時計を出しました、はい、でそもそも今月の頭10月の1日に美穂のウッドで馬乗り余力で51秒3、12秒2と脚力を見せつけてる馬なんですよ、はい、それで従って十分に能力はあると。でそれが今週ある程度完全に仕上がってきたって感じがするので、はい、まあ突っ込んできてたとしても、はい、全然おかしくはないですね、うんうん、でただちょっと藤田ジョッキーが嫌われてるのか人気薄になってるので、はい、いやだからこそ狙い目といえば狙い目かなと、うん、はい、でさらにねジョッキー問題でいうと、はい、もう一頭高度計を叩き出してきてる馬がいて、うん、これが4枠6番グランドエスケープ、グランドエスケープこれいいですよ相当、立冬のシーウッドで80馬なり余力で82秒8の11秒9、はい、高度計だと思うんですね。でこれを叩き出せるってことは相当中身もしっかり出来上がって、はい、仕上がってるっていう証拠なので、うん、で今週でも83秒6から長めにいっぱいに追って最後12秒0ってちゃんとまとめているので、うん、勝ったとしても何も驚けない、いい時計で動いてると思うんですね、うんうん、ただ荻野荻野トンなんですよ、荻野タクマジョッキーで、ジョッキー問題ですか。そうなんですよ、なぜ荻野トン他に、なんか、はい、いなかったですね、お知り合いは いらっしゃらなかったんでしょうか、調教師さんと。あ、もしかしたら今も明日菊花賞があるんで、うん、京都の方に乗せたいジョッキーがいたかもしれません、ね、はい、それはそうかもしれないですね、はい、でさらに言うならこれ荻野拓磨ジョッキーがもうここまで追い切り9回騎乗して、はい、もうずっと調教をつけてきてくれてるっていうことで、はい、まあ情が移ってしまったのかもしれません、はい、今さら変えられないよなみたいな、はい、ここまでやってくれたんだからもう荻野くんで行くかっていう調教師のさんの優しさがなんかにじみ出てますね藤沢調教師ですけれど、はい、藤沢の両調教師ですね、うん、ということで馬の動き的には一角突っ込んできてもおかしくないと思わせるっていう点で1番と5番、はい、6番は要注意ですね、はい、というわけでもう一回整理しますが、12番のビレッジアップ、これは、はい、そうですね、まあ A でいいと思うんですね、はい、で13番の浜さんも、A マイナーぐらいはあるかなと思います。ああ、 A マイナーぐらいですね。で1番と5番が B、はい、そういう印で4頭だけピックアップしておこうと思います。はい、わかりました。まあというわけで明日もいろいろ面白い新馬がいっぱい出てきますので、はい、どっか一つバシッと当ててそうですね、たいところですね。まあ、今日の新馬戦なかなか荒れてましたから、はい、まあ、今日の新馬難しかったですよ、今日難しかったです。なるほどです、はい、なので、まあ、明日の、10月22日の、まあ、新馬情報、はい、5レース全5レースやらさせていただいたんですけども、はい、まあ、参考にしていただけたら嬉しいので、はい、ぜひともチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いいたします。今回はありがとうございました。ありがとうございました。